Verifique a classificação indicativa.2021年発売予定、バイオハザードビレッジプレゼンテーションを始めていきたいと思います。さあ、早速参りましょう。ご紹介いただくのは、バイオハザードビレッジプロデューサー神田剛さん、ピーター・ファビアノさんです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。バイオハザードビレッジプロデューサーの、カプコンの神田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくプロデューサーのピートです。Hey everybody, thanks for watching. よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は皆様に、バイオハザードビレッジをはじめとするバイオハザードシリーズの情報をお届けしたいと思います。はい、今日はバイオシリーズ全体の情報ということで、はい、間違いないでしょうか。はい。はい、ではまず何からご紹介いただけますか。はい、最初はバイオハザードビレッジについて、ご紹介、できればと思います。こちらの、プレゼンパートでは、おとといですね、ご紹介した、情報おさらいをメインでさせていただいて、このあと、芸人の狩野英孝さんを、お招きしてトークパートで楽しく盛り上がっていきたいと思っております。はい、まずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。Come move! Chris? What the hell? Take him away. In life and in death, we give glory.The bell tolls for us all. They're coming again! Mia. Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch.And into the forest deep. And in life, and in death, we give glory. Mother Miranda. It's just a local tale.If it's just looking, window shop away. はい、神田さん、もう公開当初から話題になっているこの PV ですけれども、はい、何これ何これっていうのが多くてですね、いろいろと想像がかきたてられてしまうんですけれども。そうですね、やっぱりまだ多くは語れないですけど、いろんなヒントが詰まった映像になってます。はい、はい、それではおさらいも含めましてご説明の方させていただきます。はい、
まず、本作では、バイオハザード7の数年後のストーリーが描かれます。主人公はバイオ7に引き続き、イーサン・ウィンターズになります。前作の事件では本当いろいろあったんですけれども、それを乗り越えて、妻のミアと静かな日常を、取り戻しているところをですね、そこへなんと、前作ではイーサンを救ったはずのクリス・レッドフィールドが、ここですよ、はい、現れてですね、その平穏を奪ってしまいます。いや、はい、まさかのクリス、そうです、まさかのクリスが、はい、で先ほどの映像では黒ずくめの男たちとも一緒に行動してましたが、まあ、果たしてねクリスの目的とはというところ気になりますよね。いや、すごく気になります、はい、一番気になるところじゃないですか。そうですね、はいはい、でバイオハザード7の惨劇を体験した、まあ、イーサン、ミア、クリス、彼らの関係は一体どうなってしまうのかと、イーサンが連れて行かれた先はどこなのか、続報に、お楽しみいただければと思います。はい、また今回の舞台は、雪深い村となります。この感想ではさまざまなドラマが繰り広げられます。今の画像では手前にあの村と奥には城らしきものが見えていると思います。はい、結構壮大なスケールの村ですね。はい、ですね、この村が今作のもう一つの主人公とも言えますね。はい、そしてこの村に救うクリーチャーたちがこちらになります。先ほどの映像にもあったように素早い動きと凶暴性を持ってまして、あのこの画像でも見て取れると思うんですけど、何か武器を持っています。はい、はい、で彼らね結構群れで行動するので、まあ、非常に、危険なクリーチャーたちです。群れでね行動されるとどうしてもちょっと回避のしようがないというか、はい、難しいかと思うんですけれども、はい、そんなまあクリーチャーがあの存在する村でもですね、さまざまな村人たちがあのいてですね、彼らとの出会いも待ってます。その村人たちとどんなドラマや事件が繰り広げられるのかというのもお楽しみにしていただきたいところです。はい、はい、そうですね。あと、この横顔が映ってる左側ですね、はい、この男、さっきの PV2 の最後にですね、見てるだけでもご自由にどうぞと、言ってたんですが、まあ何か売ってくれるのかもしれないですね、はい、そうですよね、何か売ってくれるのかもしれない、はい、そうで、今後の情報にご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、右側にいるこう村人たちも何をしているのかも気になりますよね。そうですよね、皆さん手をつないで何かこう呪文を唱えているようなそんな感じもしますけれども、はい、いろいろな想像が膨らんで楽しみすぎてしまうこちらなんですけれども、はい、他にもっと教えてもらえることはないんでしょうか。教えてあげたいところなんですけど、はい、すいません、本日、まあ、このパートでお伝えできることは以上になるんですが、はい、先日まあ、ここにいる、ピート、はい、あとは、本作ビレッジのディレクターの、佐藤とアートディレクターの、高野の、インタビューをまとめたメイキングを、映像を公開しております。こちらはですね、今作がどういうコンセプトで、作られているのか、どんな部分にこだわっているのかというのが、お分かりいただける内容になってます。でこの後、加納さんを交えての、セッションでも改めて、おさらいしたいと思います。はい、制作の裏側が見れてしまうような貴重な動画があるということなんですけれども、はい、第2部の方も楽しみにしていてください。はい、またこちら、ビレッジなんですけど、次世代機と PC 専用に、作っておりますが、現行機、PS4、Xbox One の、再現に関しても今、絶賛研究中となっております。まだお約束はできないんですけれども、現行機でも最高のサバイバルホラーを皆さんに、お届けできるように頑張っていますので、こちらも続報にご期待いただければと思います。はい、できることになったら多くのファンの方が、はい、大喜び間違いなしになるかと思うんですけれども、はい、神田さんちょっと全力で
そちらを頑張っていただきたいと思います、はい、開発チーム一同頑張ります。はい、ありがとうございます。またバイオハザードビレッジに関する情報他にはありますでしょうか。残念ながらバイオハザードビレッジに関しては、本日お届けできる情報はこれぐらいとなりますね。なるほど、第2部に期待ということで、はい、そうしましたら次はどのような情報になりますか。そうですね、バイオハザード25周年の情報になります。2021年3月22日にバイオハザードシリーズは記念すべき第1作の発売から25周年の節目を迎えます。25周年ってもうそんなに長くなるんですね。そうなんですよ、ね、はいはい、しかも25年前といえば本当ですよね、四半世紀、はい、第1回の東京ゲームショーが開催されたりとか、あとは安室奈美恵さんも模したアムラが大流行した。塚本さん、アムラわかりますか。いや、言葉だけ聞いたことありますね。お母さん世代かな。まあその頃はまだ僕も学生だったんで本当に懐かしい限りなんですけれども、はい、そうですね、僕も学生でしたね。その節目を記念してアートも制作しましたね。これになります。わー、勢ぞろいじゃないですか、かっこいい。これいろんなタイトルのキャラクターが一堂に会しておりますけれども、はい、ね、はい、まあ、この25年間で発売したタイトル本数は141作品になります。そんなにあるんですか。はい、でバイオハザードシリーズの累計販売本数は、1億本を、超えています。1億本、はい、いやすごいですよね、はい、でこのようにまあ長くシリーズが、続けてこられたのも一重に応援し続けてくださったファンの皆さんのおかげです。厚くお礼申し上げます。ありがとうございます。はい、いやでも141作品ってすごくないですか。全くこう想像ができないというか、はい、難易度高いと思います。全部言えますか神田さん。多分言えないです。言える人いますかね。いたらすごいですよね、教えていただきたいですよね。でさっきのちょっと25周年の後もう一回見せていただきたいんですけれども、はい、はい、まあ、こちらね、まあ、皆さんこういろんなこうイメージがかきたてられるアートになってると思うんですけれども、まあ、このイメージのような感じで、ファンの皆さんに手に取って、はい、楽しんでいただけるようなコンテンツも今検討をしておりまして、はい、まあ、今後ビレッジの続報とともにお届けできたらなと思っておりますので、続報にぜひご期待いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、来年はバイオハザードビレッジが発売、さらにシリーズも25周年を迎えるということで、はい、ますます楽しみな1年になるんじゃないでしょうか、はい、というところでですね、あっという間にお時間になってしまいましたけれども、最後にお二人からご覧の皆さんへメッセージをお願いします。まずはピーターさん、お願いします。 Thanks again for watching and we hope you continue to be fans and stay tuned for more。はい、ありがとうございます。最後に神田さん、お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイオハザードビレッジに関しては本当にまだ、一部の情報しか公開できていない、状況で、本当に皆さんにいろいろお伝えしたいんですけれども、皆さんの本当に、まあ、楽しみを奪ってしまいたくない気持ちもすごい強く思っており、とはいえ、まあ、引き続き続報にもご期待いただき、あとはまあ25周年も含めて引き続きバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。でこの後の、カノさん交えてのトークパートもぜひ、楽しみにしていただければと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、お二人とも本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう盛りだくさんのプレゼンテーションの内容になっておりましたけれども、バイオハザードビレッジ、そして25周年ということで、ファンの皆様にとっては2021年忘れられないバイオハザードな年になるのではないでしょうか。今後の情報については公式ホームページ、ツイッター、SNS などで随時配信されますので、皆さんぜひチェックしてみてください。さて本日はもう一つとっておきの情報があるとお聞きしています。小林博之プロデューサーからご紹介いただきましょう。小林プロデューサー、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、カプコンの小林です。
サプライズ登場となりましたので、何が飛び出すかお楽しみということで、ビレッジではない情報をお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。サプライズということなんですけれども、はい、本日とっておきの情報を、はい、ごめんなさい、どうぞどうぞ出演者じゃなかったんです。はいはい、とっておきの情報いきたいと思います、はい、ではですね、早速ですが、世界初公開のまずはこちらの映像をご覧ください。お願いします。これは何なんですか、はい、それを説明したいと思いますので、はい、いや、ちょっと驚いたんですけれども、はい、ドラマなのかな、何なのかなっていうところなんですけれども、はい、ご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、こちらはですね、シリーズ初の連続 CG ドラマとして、タイトルはですね、バイオハザードインフィニットダークネスとなります。本作はですね、小林がエグゼクティブプロデューサーを務めさせていただいております。はい、そして作品の内容ですが、先ほどの映像でも見ていただいたようにですね、シリーズ人気のキャラクターでありますレオン・S・ケネディと、クリア・レッドフィールドがですね、2人が活躍する、まあ、2人の軸になる物語を展開していく、内容となっております。はい、で映像のようにですね、レオンはレオンはどこで、ゾンビと戦っているのかそしてクレアは、何を探していたのか、本当に現時点では謎だらけという状態になっております。本当ですよ。はい、僕は全部知ってますけど言えないので、はい、謎だらけになっております。はい、そしてですね、制作プロデュースにはトムスエンターテイメント、そして、2017年の公開の CG 映画バイオハザードベンデッタなどで、などを手掛けましたスタジオキュービコが、本作のフル 3DCG アニメーションの制作を担当しております。はい、そしてですね、今回ティザー映像もご用意しておりますのでそちらの方をご覧ください。まあかっこいい、なんかそのダークな感じがまたバイオハザードらしいというか、はい、かっこいいと言って嬉しいです、ありがとうございます。はい、こちらはですね、スーツ姿のレオンと革のジャケット姿のクレアとなります。すごいかっこいいツーショットのビジュアルだと思います。レオンもですね、スーツ姿はかなり珍しいと思います。クレアも新しい、衣装となってますがすごく似合ってると思っています。あと2人の後ろにはですね、血染めの壁が描かれているので、まあ、バイオハザードらしい、ビジュアルになっていると思います。はい、はい、ということで紹介しました、この連続 CG ドラマ、バイオハザードインフィニットダークネスですが、こちらはですね、2021年、来年ですね、ネットフリックスにて全世界独占配信となりますので、ぜひ、続報の方をご期待して待ってください。はい、はい、今の段階ですとまだまだ謎だらけということで、はい、まあ初出しなのでちょっとなかなか言えないことがたくさんありますけど、まあ、はい、あのすごいかっこいい作品になるというのは今のありがとうございます、もので分かりました。そうですね、ビジュアルだったりティザー映像で分かっていただければと思います。はい、公開が楽しみです、はい、ありがとうございます。それでは最後に小林さんからご覧の皆さんへメッセージをお願いします。はい、やっとですね、シリーズ初の連続 CG ドラマバイオハザードインフィニットダークネスを発表できました。小林、本当に嬉しく思ってます。まだ制作は残っていますので、監督をはじめスタッフの皆さんと、頑張っていきたいと思います。はい、そしてですね、主要スタッフの情報や、登場するキャラクターストーリーなどまだまだ全然お話できませんが、今後情報を出していきますので、皆さん公式サイトや、ツイッターなどで、情報を得てください。そして本日、23時頃ですが、公式バイオハザードの公式ホームページにて、今の映像とかビジュアルが公開になりますので、そちらもご覧いただければ大変嬉しいです。はい、そして短い時間でしたがすごく、楽しい時間をありがとうございます。そしてバイオハザードも来年2021年3月、25周年ということで、僕もですね、実は初代バイオハザードスタッフの一人で、え、
そうなんですか、はい、もうその時仕事してましたんでさっき神田君とかピートは学生とか言ってましたけど僕はもうカプコンにいましたので、はい、バイオハザード1作目も関わってましたのですごい思い出深い作品で来年25周年嬉しいです、はい、今後もですねバイオハザードシリーズ、いろいろやっていきますのでよろしくお願いします。はい、短い時間でしたが本日は誠にありがとうございました。小林プロデューサーありがとうございました。ありがとうございました。